51F はなんだ、ノロージョの母が出てくる。うん、寝てるね。結構みんな寝てるな。下から行くか。よし。ちょっと待って、パコレプキンってどこまで出てくんの？ 51F、ここまでか。あ、金縛り。ノー。ふう。壁あったんか。ちょっとでも本当にやばいな。白紙、白紙どうする。開けてみるか。こうかな。2、3、4。くそ。5、6。お、い、う、お、お、ちょっとちょっとダメだ。何も出ねえぜ。何もってことはねえんだけどさ、ないな、腕輪が。おいや、変化、変化狙うのがいいか。やり過ごし、キバナナ、よし。これ何なんだろうね。なんか来てる。ドラゴンか。寝てるのか。復活灯入ってるじゃん。参ったな。これ置いときたいしな、白紙。タイガーか。
チキショウ。よし。上にいるのか。杖だもんね、もう。おっとっとっと、なんすかなんすか、みんな言って。いや、めっちゃ来るな、めっちゃ来るじゃん。魔物呼び、くそー。あ、背中だ。どうしようか。参ったね。背中持っていきたい。空振り置いとこう。いや、待てよ、封印置くか。で、金縛り。何来てる？タイガー。あっちか、反対側。いやー、見てるだろこれ。どう抜けるよ。
はあ。追加しとこうか今のうちに吸い出し、まあ、これでしばらくは徘徊できると。じゃあ行きます。 52F、まあ、60F までいけるか通常で、ね、なんだこれ。ちょっとアイテムでも減らそう。ここの明かりを使います。アイテム全然ねえや。入れとくか。 52F はまだいける、まだいけるか。即折りじゃなくてもいいみたいなんで。わ、ドラゴンだ。あ、ギャドンだ。でももういらないような気もするな。あ、空振り、空振りあるね。よしよし。何ですか、盾ですか。隕石、まあいいな。もう3、4、5、6、いやー、なんとかならないかな。お願いします。いる？いるね。ないな。困ったな。よし。識別か。まあなくてもいいよね。なくてもいいよね。
即空振り。わ、足りないね。よし、明かり。隕石か。バナナないから大丈夫。睡眠、痛み分け。さて、じゃあ行くか。帰ってきてる。53F、 やばい、やばいよ。この明かり使おう。あ、別に何でもいいんですけどね。独走。滅ぼしそう。刀。いやー、マジでないな。困ったな。あら、立てみようか。
なんだろう、動かず、いらないな。よし、じゃあ朝になったら行きます。あ、あそこにいるのか。ああ、行けねえわ。行くよん。 54F 54か、どうなってんだろう。バナナ親方ガラ上級窓越しトサカレール、夜がゾウ、ゾウか。あー、こいつもいるね。何なんだこのアイテム。葉っぱ、よし。ふう、ドラゴンソーか。ドラゴンソーいいな。もう一発。おにぎりか。よし、杖がある。暗い。あら、倒れない。マジか、結構タフだな。飛ばしは意味な。ゾウ、よし。微妙なとこにおる。いや、いかんな。一発だ。よし、今だ。ふう、何がいんの。ノロージョか。壺がある。やり過ごしはいいな。よし、じゃあ行きますか。54、何もない。マジか。参ったな。倒しとこう。行きます。
55F。 一応まあ過去最高の潜りですけどね。微妙だな、引きが微妙。なんか最初のね、この保存の壺のラッシュがすごかったんですけど、割ってもこれだもんな。4個ぐらい多分取ってないやつがあるんですけど、あーでも背中のツボでなんとかやっていくか。まあまだまだ復活の草も4回復活できるんで、うん、やりがいがあるんじゃないですか。じゃあおさらいです。海洋圏19プラス。まあ強化がちょっとヘボいんでね、どっかで強化したいんですけど、まあこれ以上無理かな、これに関しては。サビオキ、炎飛ばし、目つぶし、冬特攻、一つ目特攻、ドラゴン特攻で大盤族間の、盾で、これがもうそこそこ、もう一個上かな、最後ですね。強さが確か21か2なんで、で炎半減、サビオキ、催眠無効、魔法ダメージ、で盗み守り、所持機守りプラス5と。で壁抜けあって、炎筒毒消し、睡眠よけ、呪いよけで回復と、壁抜けじゃないわ、あの気配察知がまだ来てません、困った、まあ、とりあえず61から60F からかな、あのドレッドラビ対策は、まあ、あの動かずの盾があるんでこいつ使ってなんとかしましょう。あとはそうだな、白紙がね、もう祝福白紙がないんで1枚だけですね。で松明なくて明かりだけで今降りていってます。さあどうなるでしょうか。ここに復活の草があるな。うん、なのでこの白紙はお祓いにして使う方がいいかなと思ってますけど、まあどうなることでしょう。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回はちょっと間空くんで、いやーこの手応え感触を覚えたまま次回につなげたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。